各地の異変と同時に現れた黒い結晶の魔物、何か因果関係があるのか。あの黒い結晶は境の内側に現れる魔物を消しかけ、あれを見たもので体調を崩す者も多数いた。各地の伝聞から判断するに、あれの出現範囲は日々広がっているようだ。境が拡大しているという仮説が正しいとすれば、もはやこの空域の大部分が飲み込まれつつある。エクシアについてそこまで調べてるとはね。各地の有志から情報を集めて俯瞰した視点で物事を考える。あんたいい王様になれそう。なんだ貴様は。俺は旅の考古学者さ。世界の謎ってやつに目がないんだ。くだらん出任せを言うな。エクシアとは何だ。あの黒い結晶の中。正解。ついでに考古学者じゃないのも正解。貴様が黒幕か。腐敗してねじ曲がった因果に踊らされ、かつての仲間たちとやり合う。後輩的でそそる設定だろ。腐敗した因果、そのエクシアとやらを使って因果をねじ曲げたというのか。物事は複雑でね。こう見えてこれは俺のものじゃない。それに因果の腐敗もエクシアは直接的な原因とは無関係。ただ生きやすくするだけのおもちゃさ。俺はこれを使って遊んでるだけなんだよな。話が見えない。貴様の裏にさらに誰かいるの。正解。そいつが全ての原型。パンデモニウムに封印されててね。俺の少ない友達だから助けてあげたいんだけど。とりあえず目を覚まさせたら、自力で出ようって無茶な力を振り絞りまくっててさ、そいつの異常な力が外に漏れて空そのものがおかしくなってんの。笑えるだろ。どんだけ気張ってんだよって。ああエルステ帝国だって。あれも廃山兵が集まっただけの実体のないただの武装集団だ。かつての指導者の影を追って誰かから指示が降りてくるわけでもなく、各地を制圧して暴れ回ってる。因果と記憶がねじれてるとはいえ、集団心理って怖いと思わないか。思い込みであれだけできるんだから。ヘラヘラと賑やかに出す。境はパンデモニウムを中心に広がっているということか。正解。ああ、ちょっと喋りすぎたかな。それはご苦労だった。どけ。俺はパンデモニウムへ向かう。わからないのか。君も因果律に縛られたただの人なんだぜ。おどけてくれ。いや
Three. やるくなかったよ。